松市では ICT、IoT の力を取り入れた新しい街づくりがスタートしています。現在2つの取り組みが進んでいます。そのうちの観光振興の取り組みがレンタサイクル GPS システムです。観光客の移動手段として人気のレンタサイクルに GPS ロガーを設置、観光客がどんな場所に移動しているのか、どんなところで立ち止まっているのか、今までにはなかった情報が集まってきます。外国人観光客が興味を持っている場所が分かれば、多言語対応の観光ガイドを用意でき、観光における言語の壁を越えられます。集まった情報を分析すれば、高松観光はさらに魅力的なものになるでしょう。高松市では大雨や高潮などの災害に備え、防災分野でもスマートシティ化を進めています。水路や護岸に水位センサーを設置し、市役所でモニタリングします。災害の兆候が検知されれば、災害情報を市民の皆様にお知らせします。現地で目視確認するよりも早く正確な情報が届くので、いち早く注意を呼びかけられるのです。この取り組みを支えるのは IoT プラットフォームファイウェアです。ファイウェアはグローバル標準規格を採用しており、行政だけでなく市民・企業がオープンにデータ利活用を行うことができるプラットフォームです。その利用はヨーロッパを中心にグローバルで急速に拡大しております。日本国内では高松市で初めて稼働します。ファイウェアの活用によって地域の問題を解決する、それがスマートシティ高松です。すでに産学官が連携するスマートシティ高松推進協議会が設立され、スマートシティ化に向けた協議が進んでいます。高松市長の大西秀人です。スマートシティとは、市民の方にとってはより安全安心で住みやすい街、また国内外からお越しになられる方にとってはより楽しく魅力のある街を実現することだと思います。これからも新しい分野での取り組みを広げていき、データを活用した先進的な街づくりを進めてまいります。IoT で街がつながる、あなたとつながる IoT プラットフォームファイウェアとともに、高松市は新しい未来へ、あなたとつながる街へ、スマートシティ高松。